第四節用自然の中に充満しているエネルギーである木を体に取り入れイメージ・理念で体に循環させ心身を養う気候法です比較的簡単で立つ動作が可能な人なら誰にでも出る効果の高い工法です早朝に自然の樹木に囲まれた環境で行うのが理想です室内で行うときは風通しを良くし 寒くなければ窓は開放します。大小便を済ませ満腹の時を避け寒くない程度の薄着とし眼鏡や指輪などは外して行います A 予備式緊張をほぐすために両手と両足を軽く振りそれから両肩を思い切り上げ数秒たったら力を抜いてストンと両腕を下に落としますついで 前後と左右のスワイソーを行います。こうして、上半身の力を抜きリラックスします。基本姿勢で立ちます。まっすぐ、肩の力を抜いて立ち、両手は両脇に垂らします。目は、わずかに開いた半眼で、斜め前方のやや下を見るようにします。頭のてっぺんを、天井から糸でぶら下げられているような感じで直立します。 両足は平行に肩幅に開いて立ちわずかに腰を落として膝は軽く曲げて緩めますこの時背中は前後に傾けずまっすぐ壁にピタリと当たるようにしますこの立ちくらいの基本姿勢を1から2分じっと保ち精神をリラックスする同時にその状態で集中しますこれを縦前とも呼び 乳生の前段階となりますから予備式の段階を省略してはいけません B とき宇宙に充満している生命エネルギーである木を自分の体に取り入ります自分の周囲に気のエネルギーが充満している様子を具体的にイメージしておきます例えば木を金色に輝く雲のようなものとしてイメージしそれが自分の周囲に満ち溢れ 自分に入ってくるように感じます。このように、具体的なイメージ、理念を持って気候を行わなければ、単に、通常の運動のみの効果だけになってしまいます。必ず、イメージを心に描いて、体を動かしてください。あとの瞑想法の予備訓練となります。天の気を取ると天気。人間の頭の上にある天の気を取り入れます。天の気は 空にある天井の木と考えてもよいし、また宇宙や太陽や星などから来る木と考えてもいいでしょう。まぶしい太陽の光のエルネルギーが頭頂部から体に入り込んでくる様子を思い浮かべます。一静かに立ちます。にゆっくり口から息を吐きながら両腕を左右に広げてあげていきます。両腕を肩の高さから、 手のひらを上向ききにしていきます。4手のひらを上に向けた形で両腕を丸く頭の上の20から3 0センチメートルくらいまで伸ばしここで息を吐き切ります。5息を吸いながらイメージで上に向けた手のひらのローミヤと頭のてっぺんの100回から天の木を体に取り込んでいきます。同時にゆっくり両手を上に向けたまま。 頭のてっぺんままで下ろします。この時息を吸うのと同時に天の気がローミアと100回から入ってくる状態をイメージしますこの時感覚的にはビリビリした天気のような感じ暖かいふわーとした熱気のような感じもぞもぞとアリがはうような感じで気が入ってくる状態をイメージするといいでしょう視覚的には、 黄金色の雲が入ってくるような感覚をイメージします。このようなイメージを思い浮かべずにただ体を動かしているだけではラジオ体操と同じで単なる運動の効果しか得られず気候の特有の効果はほとんどなくなります6再び息を吐きながら両手を上に上げますこの時体の中の濁った木を口から吐き出すようなイメージで息を吐きます 再び元に戻って息を吸いながら天の気を取り込みながら両手の平を上に向けた状態で頭のてっぺんまで下ろします。これを6から9回繰り返します。7最後はゆっくり両手のひらを前に向けて体の前面を通して下ろして終わりとします。地の気を取る土地気人間の立っている地中にある気を取り入れます。地の気は 全ての生生命を生む地球の持っているエネルギーです。地球の中に燃えたぎる溶岩の流れのようなたくましいエネルギーが地面につけた足の裏から体の中に流れ込んでくる様子を思い浮かべます。宗主という道教の古典にマサトは足で呼吸するという技術がありますがこれは足の裏から血の気を取ることを比喩的に表現した言葉です。足の裏から 血の気が流れ込んでくる様子を呼吸に見立てて表現したものです。一、静かに立ちます。二、両側に垂らした両手の甲を前方に向け指側息を吐きながら手首を手の甲側に曲げて手のひらを地面に向けます。指先は前方に向きます。三、ゆっくり息を吸いながら両手の前腕を地面と水平までに胸へすると同時に。 両足のかかとをゆっくり居上し、つまま先で立ちます。この時息を吸うのと同時に手のひらのローミアと足の裏のいう泉から血の気が体に入り込んで下腹部丹田に流れ込んでくる状態をイメージします手のひらは最後まで地面に向けています血の気がローミアという泉から入り込んでくる状態をイメージしますこの時 ビリビリした電気のような感じ暖かいふわーとした熱気のような感じもぞもぞとアリがはうような感じで気が入ってくる状態をイメージするといいでしょう視覚的には燃えたぎる熱い溶岩から出た赤い炎の霧が足から入ってくるというイメージを持つといいでしょうこのような感じをイメージせず体を動かしているだけでは ラジオ体操と同じで単なる運動の効果しか得られず気候の特有の効果はほとんどなくなります4次に体の中の濁った気を吐き出すイメージで息を吐きながらゆっくり両手を下ろしながら両方のかかとをつきます5これを6回から9回繰り返します6最後はゆっくり両手を下ろして終わりとします 植物など木を取り入れると根元,気根元の木とは植物や樹木のエネルギーを指しますこの根元の木を取り入れます根元の木とは天の木が地の木に作用して生じた地球上の生命エネルギーを表しており具体的には草花や樹木のエネルギーを意味します植物の持つ葉緑素のエネルギーが緑色の霧のような状態で 手のひらから入って全身にめぐるとイメージするといいでしょう。一静に立ちます。2息を吐きながら、両腕を左右にゆっくり持ち上げていきます。肩の高さまで両腕を開いて持ち上げたあたりで、手のひらが外側に向くようにします。3両腕が伸びきったところで息を吸い始めます。この時、手のひらの両宮から、 植物などの自然界のエルギーである根元の木を下腹部の丹田に向けて取り込む状態をイメージしますこの時ビリビリした電気のような感じ温かいふわっとした熱気のような感じモゾモゾとアリがはうような感じで木が入ってくる状態をイメージするといいでしょう視覚的には植物のエネルギーが緑の霧のようになって入ってくる状態をイメージするといいでしょう このような感じをイメージせず体を動かしているだけではラジオ体操と同じで単なる運動の効果しか得られず気候の特有の効果はほとんどなくなります4両手のひらを外側に向けた状態で両肘を曲げ手のひらを肩の方向に引きつけていきますこの間息を吸いながら手のひらの両身から植物などの自然界のエネルギーである根元の木を 下腹部の丹田に向けて取り込む状態をイメージします。ご息を吸い終わったら、再び両腕を左右にゆっくり伸ばしながら、息を吐きます。この時、息を吐きながら、下腹部の丹田から手に昇らせた濁った空気を手のひらから吐き出すようにイメージします。これを6から9回繰り返します。6最後は、ゆっくり両手を下ろして終わりとします。 七大きな木があるときなどは木に体の正面を向け、両手を横ではなく前方の木に向けて木から根元の木を吸収するような感じで行います。